とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。いつもコメント本当にありがとうございます。ここかぼちゃ草原だね。で、かぼちゃ草原で空の上を歩くことができるらしいんですよ。どういうことなんだろうね。情報によると、かぼちゃ草原の隠しステージがある船の左側、崖の先を行くと空を歩くらしいということで、船、あれかな、シークレットの宝箱が一個隠れてる場所、そこに崖はあるね、確か。そこのことかな。あ、いや、ここだったっけ。なんか、5、6階に1回、地図がある船が出現する場所。そっちのことかな。あー、もう嫌な奴がいるな。もう鬱陶しいな。あー、びっくりした。トゲがついてるかと思った。はい。おーおーおー、来るね、来るね。はい、倒した。で、ここのことか。崖、この辺だよね。あああった、あった、ここだ。ほんとだ。え、これどこまで行けんの。わあ、いろいろ行ける。ほんとだ、空中を歩け。ああ、はあ、はい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 、なるほどね。空中歩けます。空中歩けるけども、え、どこまで行けるんだろうね。ああ、ああ、こっちはいけないのか。あの木のところから左側に向けて、進んでいくことができるっぽいですね。ここら辺からか。ああ、はい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 。で、船の方に行くと船の上に着地するみたいです。ああ、ああ、ある程度のところまで行くと、もう下に落ちちゃうみたいですね。まあ、ここで写真を撮ったりすると、ちょっとなんか不思議な感じになっていいんじゃないですか。はい。ということで、コメントありがとうございました。ちょっとショート動画になってしまいますけども、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。